エンジョイパチンコライフ。朝一僕高架機動隊から行きます。もう前日164ゲームやめですね。失敗したのが出目取ってないっていうところが僕の中では失敗でした。で、今回一撃用ということで一撃競うわけじゃないですか。できれば僕ね、このノーマル A ニセとかバーサスとかすっげー豊富なんですよ、種類が。よし、じゃあ僕はもう100ゲームだけですけどね、打つのはあれはい、それでは一撃王ですね。超久々な気がする。まあそもそも企画自体がすごいね、久々に生まれ変わった的な感じですけど、ね、現在のトップが皆川さんですかね。ただまあ5000枚をじゃあこの高画機動隊で出せるかって言ったら難しいかもしれないですけど、これはとりあえず昨日前日が164やめなんで、設定変更されてようがされてまいが、とにかく100まではそれなりに熱いよといったところで、とりあえずこれ100まで打ちます。まあ一撃狙えるラインナップとしてこのジークさんだとアナザーゴッドハーデス、ミリオンゴッド神々の凱旋、バジー絆、バジー2、転生とかね、まあありますけど、まあその辺もう結構なんだろう、一撃うまいこと出てくれたらいいですけど、絵がなかったら、まあ、ただのクソ動画になるんであんまり触りたくないなっていう。まあ高画機動隊も結局当たんないとクソ動画になっちゃうけども、だからこれ終わった後どうしようかなって感じですね。65か、なんとも微妙なゲーム数だな。おお、激アツいただきました。ただここまでの流れこれが弱いっすね。立ちこま、オッケーオッケーオッケー、あるある。いや、これは素直に当たってくれよ。オッケー、82、初当たりは取れた。これ作戦通りですね。これで、ね、5000枚出したらいいんでしょ。ここからいけるいける、純増枚数高いし、閉店まで終わらなかったら2万枚もある。頑張ろう。懐かしいお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 い、淡白だな、めっちゃ増えてるけど。いや、突き刺さったら2万枚チャンスだったんですけどね。あっけなく終わりそうです。はいはい、ああ、一撃記録179枚、全然ジャグラーに負けてる。これがサマイス勝負とかだったらね、もうここでやめてもいいかなって感じですけど、簡単すぎない16ゲームやめなくてよかった。
あ、これひょっとしたら枚数引き継ぎだから300枚ぐらいの記録が残せるかもしれない。オッケーオッケーオッケー、引き継がれてる。あかん。お、なんやねん。一撃ここまで347、まあ正確には2撃ですけど、というわけで今回も一応天国否定まで。じゃこの降格機動隊以外でその前日のやめゲーム数だったり、まあ、状態踏まえた上で、まあ、低投手でチャンスつかめそうなのかなっていうのが、これとあと戦国乙女2だったんですけど、戦国乙女2はもう朝一打たれちゃってたんで、本当問題はこれ天国抜けた後だな。困ったら最後ね、ハーデスとかにダイブしようかなと思います。まあそれまではできれば最近あんまり動画になってないような機種で一撃目指したいですね。僕一撃を今まで2回ですね、出させていただいたことがあって、確かその2回とも全然傷跡残せてないんだよな。1回目はスロットガロ打って中津飛ばすで、2回目はバケ打った後に北斗、あの救世主伝説の方ですね、打って北斗揃い引いたものの大して伸びずみたいな。3度目の正直なんでね、やっぱせめて1000枚ぐらい記録を作らないとやっぱ面目が保てないですよね。頼ます。はい、あー、とりあえず高架機動隊250まで回しましたけど、まあ当たらず、まあもうこれはしゃあないですね。ちょっと2台目探してまたぐるぐるしていきます。はい、2台目これにします。モンキーターン2、まあ僕動画で結構打った気がするんですけど、まあ、最近打ってないですからね全く。一応僕この台で一撃、まあ約8000枚近く出したことあるんで、あの出せるビジョンは持ってます。とりあえず楽しんでね、僕すごい好きな台なんで楽しみながら、そうだな、さすがにもう2万枚は無理なんで目指せ7000枚ぐらいということで、2台目モンキーターン2で頑張ります。はい、それでは2台目はモンキーターン2ですね。まあ、そんなに一撃に特化した機種でもこれもないんですけど、あの出るときは出ますこいつで。今AT1 回当たって120ちょいぐらいからのスタート、まあ本当はねぶっちゃけ打っちゃいけないところだと思いますけど、まあ一発目の当たりがとりあえずはね、500超えてないんで据え置きは確定してるわけじゃない、そこだけポジティブに捉えて。まあただこれがね、もし次の当たりの規定ゲーム数がすごい深いところ選ばれてて、まあ、それで中津飛ばずで終わって天国もスルーするっていうのが一番怖いパターン、今日もうそうなったらアナザーゴッドハーデスか凱旋かな。でこのモンキーターン2で一撃出すために必要なこと、もうそれはもう全速モードですね、 AT 中の全速もしくは鬼足、まあ、鬼足なんか言ったらラッキーだけど、で今日は全速もう先に言っときます。全部アリサでやります。本当は畑野が好きだけど、さあそろそろもうすぐチャンス到来ですね。さ今ゲーム数が350、まあ、386のゾーン、ここを抜けちゃうとね結構モンキーは、まあ、朝一以外は深いところまで持ってかれるイメージはあるんで、できれば38のところで刺さってくれるとメンタル的に楽だな。
一応メニュー画面のメトにロゴはありますけど。はい、366。あー久々だねこの椅子の BGM を。さあ参った、もうあとはモード B でやってくれることをもう願うしかないですね。お、強チェリー、懲罰いけ。一応チャンスパターンですね。おお、懲罰いった。さあ大事だぜこれ、408。よし、マジで大事。まあガモーですか。お、今のチェリーで格上げしました。しかもこれで当たったら次回天国なんですよ。マジで大事だ。いやー、ここ頑張れって。よし、これマジででかいっすね。419で次回天国格ですね。楽しい。少なくとも2回チャンスもらいます。あとはもう願わくば上位テーブルを引っ張ってきてほしい。頼んます。うん、今現在のチークさんの一撃を、今日の一撃を、今のところハーデスですね。一撃2000枚で、今センコレ2がそれに今立ち向かってる状況で、あとちょっとね悔しいのが今日すごくノーマルの状況がいいですね。BMAX とかめっちゃ出てるし、とりあえず引きたいのはもうチャンス目だよな。一撃で出すんだったら本当に全速に入れないと話にならないんで、なんか後継続の日本選出は一切なかったですね。うわー、デスオッツだ、変わらず。はあ、はい、で一応前回旗のチャレンジから当たってるんで、まあ、128までにもう一回当たります。 できればこの優勢で当たってくれると枚数引き継がれるんで、また更新のちょっとチャンス。やれやれ。そっか、今日 SD ラッシュ1セット、あと高架機動隊の AT2 セット分やって、まだ 10ゲームも乗ってない。なんとなくやれねえ日だなっていう感じがあるんですけど、まだ始まったばっかりなんでね、弱気はダメだ。あ、優位を経由しないパターンでした。勝負だっつって浜岡さん出てきて、今対決相手がえのきさんっていうね、いい味出してるぜ。はい、120ゲーム。そろそろなんかね上乗せの絵が見たい。
まだ万枚間に合う。全然まあでもモンキー2は初代のモンキー2に比べるとこの1セット目2セット目のハードルが結構高い。いかにも1セット目に伸ばせるか、笑えるぐらい何も聞かない。一応 V 揃いの可能性がある。一応ねこれ連打したら変わる可能性があるっていうだけですけど、ダッシュ決まらないときついなこれ。オッケーオッケーオッケー、えのきさん飛んでこい。頼む頼む頼む。ああよかった。あとは上乗せだね、上乗せ、ね、少しでもその5000枚とかに近づける可能性のある絵がないとね。おお、ボートで乗った、ラッキー。まさか今日初の乗せがボートとは。はい、上乗せは30ゲーム。いやいやいや、これ降格の記録も抜けねえぞ。ロゴもねえか。322枚復活なし。いやー、どうせモンキー2ってんだとやっぱ全速やりたいんだけどな。YouTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 VTube ダウンロードしてね。えいえい。